ウランから新型爆弾ができる。原子力、明るい未来のエネルギー、最優秀賞おめでとう。南相馬に住んでた。津波で家流されて、今度は原発が爆発して。原子力、未来の明るいエネルギー。未来は明るいんじゃなかったの？息子が死んだんだ。福島第一原発に勤めてたんだ。放射能多量に浴びる仕事で。ここで作られる電気全部東京に行くんだろ。そりゃ東京に建てればいいんじゃないの？東京電力にそう言って保証金あげてもらえば。ここ私の家だった。忘れてるから思い出させてあげるの。